改新の御事のりは、日本の飛鳥時代中期の大火の改新において、新たな施政方針を示すために発せられた御事のり。南馬長井豊三宮で発せられたとされる。この御事のりは、日本書紀に掲載されている。従来はこれにより、高知公民性、蘇陽町の税制、半減収受法などが確立したと考えられていた。しかし、藤原慶から出土した木簡により、 日本書紀に見える御とのりの内容は変者によって殉職されたものであることが明白になっている。大化元年の木の富の変により、蘇我本州下を排除し、新たに即位した高徳天皇は、翌大化2年正月1日に政治の方針を示した。豪族連合の国家の仕組みを改め、土地、人民の私有を廃止し、天皇中心の中央集権国家を目指すものであった。 大きく四箇条の主文からなり、各主文ごとに副文が伏せられていた。日本書記編纂に最し書き換えられたことが明白となり、大化の改新の諸政策は、後世の殉職であることが判明している。だが、高徳期から天武、自頭期にかけて、大規模な改革が行われたことに違いはなく、後の律令制へつながってゆく、王道民を,を基本理念とした内容だったと考えられる。 マカリムカ昔、在天のおとう処立小城の民章三宅及び、新連と物見厚子国造村首所有部局の民章、田所。初治む継承家、機内国史軍事関西石膏先森駅馬天間及び、作り鈴ちぎり城山川。初作り戸籍継長半田修樹の方。マカリムカ給付駅、しかも行田の町。現代語訳。 従前の天皇等が建てた小城の民と各地の三宅、そして、新、連、友の宮津湖、国蔵、村首の所有する、柿部べの民と各地の田所を廃止する。初めて京市を定め、機内、国市、軍事、石載石灰、先森、駅場、天間の制度を設置し、駅令、刑を作成し、国軍の境界を設定することとする。初めて戸籍、 慶長、反連収受法を策定することとする。旧来の税制、労役を廃止して、新たな租税制度を策定することとする。第一条は、天皇、王族や豪族たちによる土地、人民の所有を廃止するものである。それまで、国内の土地、人民は、天皇、王族、豪族が各自で主的に所有、支配しており、天皇、王族の所有地は見分け、 支配民は名題、小城と呼ばれ、豪族の所有地は田所、支配民は柿部と呼ばれていた。本城は、このような土地、人民に対する私的な所有、支配を排除し、天皇による統一的な支配体制への転換、すなわち私市民性から、高知公民性への転換を示すものと解釈されてきた。しかし、実際にはかなり公正まで豪族による田所、 か部の所有が認められていることから、必ずしも私的所有が全廃されたわけではないことがわかる。また、高知公民性の存在自体が疑問視されるようになっている。第二条は、政治の中枢となる首都の設置、機内、国、軍といった地方行政組織の整備とその境界確定、中央と地方を結ぶ、駅伝性の確立などについて定めるものである。 最初に挙げられている首都の設置は、白地元年の南場長井豊岬宮への戦都により実現した。次に挙げられる地方行政組織の整備は、機内、国、軍の設置が主要事項だった。機内とは、東西南北の四イタリにより隠される範囲を言い、当時、機内に両政国は置かれなかった。機内の外側には両政国が置かれた。両政国は、 旧来の国像、豪族の支配範囲や産両、合戦に沿って、教会確定作業が行われたが、教会はなかなか定まらず、後の天智天皇の頃に、ようやく両政国が確定することとなった。後の時代、国の下に置かれていたのは軍であるが、大化当時は、兵と呼ばれ、両政国の確定よりも早い時期に設置されており、日立国風動機や木簡資料などから、 高徳期のうちに全国的に票の設置が完了したものと見られている。それまで地方豪族は朝廷から国の宮津子などの地位を認められることにより独自の土地、人民支配を行ってきた。しかし、票の設置はそのような独自支配体制を否定し、豪族の地方支配を天皇による一元的な支配体制に組み込むものであった。票の設置により地方豪族らは 半独立的な主張から、票を所管する管理へと変質することとなった。これが、後の律令制における軍事の前身である。票の設置は、このように、地方社会のあり方を大きく変革したと考えられている。その他、本条に挙げられている項目では、駅伝制が整備された。駅伝制の確立時期は7世紀後半頃の古代。 同盟以降が広い範囲で検出されていることから、改新の御事のりが契機となって、交通制度の整備が進められた可能性がある。後に、天智天皇が、軍事制度、各種制度の改革を進めた時期が挙げられる。第三条は、戸籍、傾聴という人民支配方式と、半田修授法という土地制度について定めている。しかし、戸籍、傾聴、半田修授といった子は、 後の大法令の殉職を受けたものである。また、全国的な戸籍の作成は、二十数年経過した後の交互年弱がようやく最初である。これらのことから、大化当時に戸籍、継承の作成や反伝収受法の施行は実施されなかったが、何らかの人民把握が実施されただろうと考えられている。第四条は、新しい税制の方向性を示す条文である。 ここに示される他の蝶とは、電磁面積に応じて付加される租税であり、後の律量性における電素の前進に当たるものと見られている。昭和42年12月、藤原家の北面外堀から、己井戸市10月上、国阿波氷松里と書かれた木管が掘り出された。これにより、それまでの軍標論争に決着がつけられたとともに、 日本書紀の改新の御事と則の文書が奈良時代に書き換えられたものであることが明白になった。殉職が確実となったため、日本書紀による変年は他の資料による多面的な検討が必要となった。しかし内容については、御事と則から実践された高知公民性、租庸調の税制、反連収受法などの主要政策は地方社会への影響が大きいものばかりであり、 これらの政策が浸透するには相当の時間を要したと考えられ、事実政策を反映した辞籍は、天時期、天無期分布期に引用や要例が多く見られる。みことのりが実践できていない矛盾や事実もあり、これらが初期の編纂者らによる殉職であることは間違いないが、対価の改新は、後世の律令制に至る端所であった可能性は、 高く、また対価年間だけにとどまらず以降の実令完成までの一連の諸改革を言うとする解釈が近年は強い。ありがとうございます。